皆さん、こんにちは。伊藤塾塾長、伊藤誠です。受験生の皆さんへのメッセージ、第197弾になります。ちょっと先ほどまで所要で千葉の方に行ってたんですが、昼頃は本当にすごい雨と風で、まさに台風の真っ只中と、そんな感じでした。明日 小試,試験予備試験論文が全国で行われるんですが全国一応明日は、まあ、それなりのいい天気ではないかなと思いますが論文試験控えている皆さんたちは本当に直前で緊張して大変かなと思いますがぜひ頑張っていただきたいというふうに思っていますさて9月の4日に沖縄への埋め立て まあこれに対して軟弱地盤のところにさらに工事をしなければいけないということで何万もの悔いを打ったそんな工事なんですがこれに対しての裁判が。 沖縄県とそれから国との間で行われていますが残念ながら沖縄県の敗訴これが最高裁で決まってしまいました、まあ、この問題というのはいろんな問題含んでいるところなんですが行政法そして特に地方自治の関わり地元での判断とそれから国の判断、まあ、その関係も含めて地方自治が果たしてきちっと機能しているのかどうなのかそういう大きな憲法上の問題も含まれているものです。 問だけではないんですねまあ、これも難しい問題ではありますけれどもこれからもまだまだ沖縄では戦っていかなければいけませんからしっかりと私たちもいろんな意味で支援をしていかなければいけないなというふうに思っていますまあ、今年も12月ではありますが毎年恒例の沖縄スタディツアーがありますしっかりと現場の声を聞いてそしてまた見ていろんなものをまたさらには感じていきたいというふうに思っています さて、昨日9月7日なんですが、今から50年前の9月7日、長沼内規基地訴訟、北海道の裁判なんですが、これで初めて自衛隊が違憲、憲法違反である判決が出ました。福島茂雄裁判長の判決であったんですが、それからもう50年経ったんですね。1973年の9月7日に判決の言い渡しがありました。 でまあ、この長沼第一審判決というのは憲法を勉強する人ならば必ず学ばなければいけないものです自衛隊が憲法違反判断をしただけではなく統治行為論という考え方これを退けましたさらには平和的生存権というものを具体的権利として認めたその意味でも極めて重要な判例なんですね で自衛隊を違憲としたという意味では、まあ、よく画期的な判決だなんていう方もいたりもしますで、えー、福島裁判長なんですが今富山で弁護士をされています93歳でまだお元気で、えー、福島で、えー、弁護士をされているんですが北海道新聞の取材に答えて、えー、いくつかのコメントを出されているんですね でえー、今からまあ振り返ってみてもあの当時当たり前のことを当たり前に判決に書いただけだというふうにおっしゃっているんですね、まあ、これがなかなかできることじゃないんですけどねそして記者にこんな質問されています 今の岸田政権は専守防衛に反する敵基地攻撃能力反撃能力の保有という戦後の安保政策の大転換を図りましたけれども、まあ、これについての福島裁判官の意見なんですが結局アメリカに言われたのでできる範囲で協力しているということだけでしょう今の傾向ではどんどん米国アメリカへの援助を進めるかもしれませんおっしゃっています さらに、安全保障環境の変化から防衛力強化に理解を示す国民の声も一定程度ありますという声に対して質問に対してこんなふうに答えています50年前だってソビエト連邦が社会主義陣営を組織し中国も追随していました厳しさは同じではないですか社会主義は危険だから潰せと言っているアメリカを利するため防衛力強化をやっているだけですよ、えーまあ、そんな反、えー ご答えなんですねさらには福島さんは自衛隊は憲法9条違反だと明確に判断しましたがその後裁判所は判断を避けてきましたということに対して、まあ、これは判断をしてこなかったのはやはり司法の怠慢だと僕は思います司法が判断すればそれなりに社会の動きも変わったでしょう本来は憲法が考えていることはどういうことか方向性を示す義務が司法にはあったと思います という、まあ、そんな答えなんですねうんさらに自衛隊を検討した判決に対してそれでは軍事力を使わない自衛をどうするのかとの批判も起きましたということに対してはこんなふうに答えていますそれは政治が考える問題です裁判所がああしなさいこうしなさいというべき性質のものではありません という答えななんんでですすねねまさにその通りなんです、ね、政治が考える問題ということはうんんこれで軍隊、自衛隊のような軍事組織それをやめるのかそれとも憲法改正の発議をして国民に問うてで憲法改正をして自衛隊という軍隊をしっかり持つそういう国に変わるのかまさに政治が主権者国民に問いかけるそういう問題であって司法がそこは判断するべき話ではないまさにその通りなんだろうなと思います。 さらにはこんな質問あの判決を書いたことで出世できなかったと言われています、まあ、実際そうなんですね福島裁判官は、えー、この判決を書いた後、えー、転勤の希望は一度も通らなかったし他の裁判官と同じだけ仕事をしても役職はそのまま判決後に20年ほど裁判所にいたけれども途中で給料が上がったのは一度だけでしたと、えーまあ、そんな ことをおっっしゃってるんですねですから、まあ、これが違憲判決を書いたからということではないかもしれませんけれどもでもそれが大きな、まあ、原因理由だったそれ以外にはちょっと理由考えられないんですがこの長沼判決の後は東京地裁の手形部、まあ、手,手形だけを扱うそういうセクションですそのあとは福島福井の家庭裁判所を回って二度と裁判長を経験することがなかったとでそれで58歳で退官して弁護士になって富山で今弁護士をされているんですけどね その福島さんに対して、えーまあ、こんなふうに、ねえー、あの判決を変えたことで出世できなかったと言われていますいうこの問いに対してどうでしょうか別に出世しようと思って裁判所に入ったわけではないですしいずれ富山に帰って弁護士をやろうと思ってましたから判決が人生を変えたわけではありませんという、まあ、達観したというかな93歳になられた今の、まあ、コメントはこんなコメントでした。 さらにこんな問い時代背景は違いますが今、仮に同様の訴訟があり福島さんが裁判長を務めるならどんな判決を書きますか今ならばどんな判決を書きますかという問いに対してもっと簡単に書くと思いますただ憲法が変わっていないのだから結論は変わりませんということなんですね。まさにプロの本質 本当の法律家、まあ、本当のというかな、真の意味の、私が考える真の意味の法律家。としての、まあ、これが、表、まあ、今の時代。に、判決を書いたとしたならば。どういう自衛隊に対して、どういう判断をするのかということだと思うんですね。まあ、この自衛隊憲法違反という判決を書いたということになると、何かね。 こう平和主義者とか特に左翼じゃないかとかそんなことを言って騒ぐ人たちが時々いたりするんですそういうイデオロギーとは全く関係なく福島裁判官はこの判決、違憲判決を書いているんだということがよくわかりますというのはこんな講義ではよく紹介をするんですが長沼事件、平賀事件35年目の証言という日本評論者から本が出ているんですね。ということで35年目のところでのインタビューなんですが。 えー、福島裁判官はあ海軍兵学校78期なんですね兵学校出身なんですで、えーまあ、兵学校出身だっていうことはほとんど知られてないんですがしかも、えーまあ、毎年のように、えー、いわば 毎年のように毎年集まって306分隊というそこに所属をしていたそうなんですがその306分隊で毎年集まっていますと酒を飲んで最後にやっぱり軍歌を歌って海軍の旗を上げてねということをおっしゃっているんですねそしてこういういわば判決を書いたというのは軍隊に反対だからということではないです とといいうことをはっっきり言っています軍隊に反対とか戦争が嫌いだとかそういうことで、えー、自衛隊意見と判決を書いたんじゃない憲法に照らし合わせると自衛隊は当時も今もこれは軍隊だからあ戦力だから憲法9条2項で戦力行使しないと言っているそれに違反するという当たり前なことをただ書いただけなんだというふうにおっしゃっているんですね。 ですかから何か政治的なイデオロギーだとか思想、心情だとか平和主義者だとか左の右だとかそういう話では全くない法律を憲法にきちっと当てはめてみたら当たり前の結論が出たよと、まあ、それだけのことだとこうおっしゃっているんですね。さてこの9月7日 長沼内勤50年で自衛隊違憲という、ね、画期的な判決が出た、えー、それが50年前なんですが今年そして、えー、昨日9月7日実は残念な、えー、最高裁で判決が出ました私があ、まあ、全国でやっている安保法制違憲訴訟 まあこれは2014年の閣議決定7月1日の昇段的自衛権の交渉を認める閣議決定それから翌年2015年新安保法制法というものは強行採決されてできてしまいました。 これによって集団的自衛権が行使できるようになり日本が攻撃を受けていないにもかかわらず例えばアメリカが攻撃を受けた時には日本が出かけていって世界中どこでもアメリカと一緒に戦える、まあ、そういう法律になってしまったわけですねまさに戦争ができる国になってしまったという意味で法的には戦争法と言っていいですし大志、ま、川検事先生などは法学的にはクーデターだと指摘をされる。 えーまあ、当時もう8年前になりますけれども、えー、学生の皆さんはまだあまりイメージ意識は持ててなかったかもしれません。ですが全国う圧倒的に 9割以上の憲法学者と言っていいかと思いますが憲法違反だと指摘をされ元最高裁長官だった山口茂さんも憲法違反だと指摘をし歴代の内閣法制局長官もこれは憲法違反だ日本中すべての弁護士会もちろん日本弁日弁連日本弁護士連合会も憲法違反だという声明だとか意見書を出したりだとかしていたそんな時なんですね国会の周り多くの国民、市民の皆さんが集まってこれ憲法違反だと憲法を壊すなと言っていたあの事件です。そこで 強行採決されてしまった安保法制が憲法違反だといって今争っている最中なんですがその全国25の裁判で争っているのですけれども東京高等裁判所で国家賠償請求という形で争っているものは一つあるんですが一番最初に最高裁に上告した事件ですそれに対して第2小法廷最高裁の第2小法廷が上告を棄却それから上告は受理しないという決定を昨日。 まあ、通知が来ましたで、まあ、これがちょっとコピーでありますけれども、えー、こんな形で、まあ、第2章法で裁判長がいるものですから裁判長は参加していないので4人ということになります。で、えーまあ、ここにあるとおりなんですけどね理由についても要するに、えー、民事訴訟法の312条の上告理由には当たらないと,ということ。 えーまあ、そういう上告受理の理由にも当たらないという、まあ、極めて形式的な形でおしまいということになっているんですね、でこの裁判、東京だけでも原告は872人なんです代理人も何人もいますが私が一番最初に名前が出ているものですから私の名前がこうやって出てはいますけれども、相手方、国。 でまあ、法務大臣、えー、そしてさらに、聖、まあ、務検事というかな、あこの聖務局の、えー、法務省の検察官が代理人ということではあるのですけれども、まあ、こんな、いわゆる見下り犯門前払い、そんな判決が出ましたということです、ただこれは全国25の事件の中の一つ。 ででしかないんですねでこれはもう形式的に裁判所は判断しませんと上告は受理しませんと言ってるだけなものですから結局裁判所として湖南方制が憲法違反かどうかの判断は最高裁としてはしていないということなんです。 ですから私たちは下級審、まあ、特に高等裁判所において、えー、判決の理由の中でいいからこれは憲法違反なんだということを明確に指摘するそういう高等裁判所の判例が出てくるように、まあ、一生懸命今さまざまな形で争っている戦っている最中なんですねで長谷部康夫教授東京大学名誉教授それから石川健次教授東京大学の教授にも証人尋問が行われ神奈川では石川健次 えー、教授の証人尋問が12月に行われますで長谷部康夫教授は仙台と東京高裁まいりましょう紹介しましたけれどもねそこで、えー、証人尋問で証人として、えー、これは憲法違反ということも含めて明確に、えー、お話をしてくださいましたでなこういった高等裁判所で実質的にはあ憲法違反であると。 原告の請求は認めないけれども中身において憲法違反という判断をしっかりとしてもらうことによって最高裁は判断から逃げて何も言っていないという状況であるのですけれどもそれはまさに裁判所の憲法保障機能を放棄したと言っていいんだろうと思いますただ、最高裁にしてみれば政治部門と真正面からぶつかるということはちょっと避けたいという思いがあったのかもしれません。 だからこそ高裁高等裁判所のところで、えー、判決の理由の中で暴論でもいいですから実質的には、うん、憲法違反だということを言ってもらうことによってそれが いえば裁判所による有権的な貢献解釈ということの一つにもなっていくわけですから。ああ、ブレーキ歯止めにもなるのかなと、は思っています。なので、まあ残念な最高裁の判断ではあったんですけれども。まあ、これにめげることなく、さらに全国で頑張って戦いを続けていきたい。この裁判、争っていきたいというふうに思っています。まあ、こういう世の中状況だからこそ、憲法価値というものをしっかりと維持する。そして、もし日本をも,もっと戦争する国に。 し吉田の自衛権を講習してアメリカと一緒に戦争する国にしたいということであるならば憲法改正の手続きをしっかりとって主権者国民の納得の上でえで戦う、言いかれば戦争で人を殺し殺されるそういう国になるで場合によっては徴兵制なども含めて若い皆さんたちがしっかりと戦争に向き合うということウクライナのように徴兵制があって戦うとういう国に日本をしたいならばそれは主権者国民の意思ですからそれをちゃんと問うて、うん、そういう国にしていく。 それが何よりも大切なものなんだろうと真正面から向き合ってそしてそれに対して対処していくという当たり前ないわば民主主義の国立憲民主主義の国のあり方そういう国づくりをしていかなければいけないんだろうというふうに思います国民が知らないうちになんかじわじわじわと戦争する国に変わっていっちゃったなというので何かことが起こったあ国民がそんなはずじゃなかったと言って大騒ぎをするそれは違うだろうというふうには思うんですね さまざまな考え方があって当然ですだからこそ議論をするそしてしっかりと主権者国民の意思を問う、えー、そういう、まあ、適正な手続きですよね立憲主義国家としての適正な手続きをしっかりとっていくということそれが何よりも大切なことなんだろうというふうに思っています。 まあ同じようなことは前回原発、何回か、ね、その原発の潜水の話もしましたが、まあ、それについても科学的な根拠があるからということを国は言うしまた有識者の方も科学的な根拠でそれに反対をすると何か科学的なリテラシーがないかのごとくの批判をされちゃったりするんですが言うまでもないことですが科学というのは万能でも何でもない。 という大前提はやっぱり認識をしておかないといけないんだろうなと思います。科学的に安全なんだ。5段階も安全装置がついていて、絶対に原発は事故を起こさない。 うん原発は科学的に見て安全なんだと言われ続けてきたわけですねそういう科学的なんていうことを信じて大変な事故が起こってしまったさらに言えばさまざまな薬害裁判薬害訴訟、公害あれも科学的に見て問題ないと言われてきて大きな事故や事件になってしまっているということです科学というものそれは人とマジックワードのもので科学的なんだ客観的な事実なんだと言われちゃうとあれと思っちゃう。 うん、それ信じてしまうですが、それも人間がやることですし、人間の評価がそこには入っています。まあ、同じようなああことですけど、刑事事件で DNA 鑑定で DNA が一致した。 だから有罪だみたいなことで DNA 鑑定が一致したんならばそれはもう本当に犯人なんじゃないのとつい思ってしまいますしかし DNA 鑑定というのも結局グラフを人間が見てこれは似てるなだいたい一致してるだから DNA 一致という話になるのだってやっぱり人間の評価が入るわけですよ他にも精神鑑定もそうです専門家が医学の専門知識の観点から精神鑑定をし心身喪失状態 いいいやいや別のででは心身創出ではないとどちらも医学の世界で科学的に判断をした結果が食い違うそんなことはいくらでもあるわけなんですねですからこれは科学的な客観的なデータに基づいた事実なんだと言ってもそれをそのまま真に受けて信じてしまうというのは法律家的な法的な少なくとも態度ではない法律家的な態度ではないということだけはぜひ分かっておいていただければなというふうに思います まあ、そんなことも含めていろんな世の中の問題きちっと真正面から向き合ってそして国民が議論をして一歩先へ進めるということが本当に大切なななこととんだろうなと思います、まあこの去年えー、昨日の9月7日の最高裁の,この決定についても、まあ、ほとんどのメディアは報道していません。 まあ、あその日にぶつけたわけじゃない,ですけどだ,いだろうとは思うんですがジャニーズ事務所の記者会見があったもんですからねいやもうみんなそっちの方にメディアが関心がいってしまって、えー、この、えー、安全保障だとかまた憲法だとか最高裁の判断だとかそういうことにほとんどいわば関心がないそれが今の日本の状況、まあ、ある意味ではやむを得ない。 かなと思うんですけれども、このジャニーズ事務所の問題性加害の問題でも少し前までは全く無視をしていたわけですよねえまあメディアも十分分かっていた当時のメディアも分かっていたんだけれどもさまざまな会社の利益との関係で無視をし続けていたまあこれも同じようにニュースで出てくる事実ということですけどそれは人間が選んでニュース報道をしているわけですからそれだけが世界ではないぞということその辺もやはり法律を学ぶ人間としてしっかりと。 まあ前提として理解をしておかなければいけないことかなそんなふうに思いますさて受験生の皆さんへのメッセージで小試験の受験生の皆さん予備試験は冒頭で申し上げたとおり明日明後っ土日2日間行われますまあ天気は大丈夫だろうなとはもう回復するんじゃないかと思うんですがまあそれでもね交通機関の乱れなどもあるかもしれませんですからできるだけ早めに余裕を持って家を出て頑張っていただければなと思います まあ、試験の前日、当日の過ごし方等についてはもう今更出せるようなことでもないですから淡々と本試験本番をぜひ楽しんで、えー、こんな試験受けられるというだけですごいことですからね本番でもさらに皆さんは成長できますし力をつけることができるわけですから本番を楽しんでそしてしっかり向き合ってきていただければなと思ます淡々とやってくることそれが大切かと思います。でえー、試験終わった後 口実の再現問題集だとか、司法試験の再現集などを手に入れることができる予備試験、論文受験生サポートプログラム、この前にもちょっと、ね、紹介したかなと思いますが、予備の論文受験生サポートプログラムというのがあります。もう500人以上のの方、まあ、これれでで準備を整えていますのでぜひまあそれも 意識していただければなと思いますとにかく論文試験終わった後はもう、うん、これもね、口実に向けての勉強も含めて、伊藤塾に任せていただければと思いますから、まずは、論文、全力を出し切って頑張ってきていただければというふうに思っています。それから、来年の予備、論文、最終合格、目指される方は、コンプリート論文当年、始まりますよね。 2024年の合格目標のコンプリート論文答練が9月11日から教材発送ということになりますので来年の最終合格への道も始まっていきます。基本7科科目目プラス実務科目 で、合わせて64問の新作問題用意をしてますので、えいい問題用意してます。ぜひ、この64問、問しっかりと答えて、そしてうまくペースメーカーに使っていただければと思うんですね。4月末まで1週間2通,2通ずつ。 定期的な論文のトレーニング、やっぱ書く手を動かして書くということは今、本当に大切なことだと思います、来年の合格ですから、まだ CBT じゃないですからね、手書きで答案、しっかりと書く訓練、これは何も大切なことですから、ぜひ頑張ってください、今年、論文を受験する皆さんたちに負けない、ここで勢いをつけるということはとても大切なことかなと思います。それから公務員試験験の受験生の皆さんですが 今年の、えー、あこの前ですねこの前の9月3日の日曜日に60名ほどの受講生の皆さんたちと一緒に、えー、この教育分の試験に向けて総合論文試験のシミュレーションこれが行われましたこのシミュレーションで扱った問題、まあ、これをテーマに簡単な討論のそれなども行って で残り1ヶ月、ね、試験直前ですから残り1ヶ月のところでやるべきことの確認をいたしました8月に京都校で行ったシミュレーションですとかあとは在宅受講の方だとか移動式で学ぶ本当に多くの皆さんたちが10月の試験に向けて最後の仕上げの今、時期ですよね。あとはは来週は2回目の 相互論文シシミュレーションこれが行われます、まあ、そこでも講師からのアドバイスありますからしっかりそれを活用しながら頑張っていただければというふうに思いますそれから来年2024年の試験合格を目指すゼミこれの開講も迎えています 9月日程、これも開校しますが、当日は来週の金曜日ですね、9月日程の開校がありますが、体験事講もありますので、ぜひ、まだ体験されていない方は、体験事講をしていただければなと思います、そこでは総合職の仕事、官僚の仕事がどういうものなのかと、そんなことも分かるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ迷っている方は参加していただければと思います。 小書士の受験生の皆さんへ9月16日の土曜日に高橋虎氏が YouTube ライブイベントで「初めての不動産登記法こうして学べば登記はこんなに面白い」というまあイベントがありますいや登記法が面白いなんか聞いたことないぞと言われる方思われる方もねいらっしゃるかもしれませんがまあ登記法確かに 暗記科目として知識の羅列としてただただ暗記となるとただとても苦痛かなと思いますが高橋講師は登記の仕組みや考え方を踏まえて学習すればスッと頭に入るしとても面白みのある科目だというふうに話をしてくださっていますなのでこの高橋講師の東京は実はこんなに面白いとえ白く感じられるのというふうに思った方はぜひ受けていただければなというふうに思うんですね。 でまあ、今回は、少子入門講座の中の基礎の理解に特化したステップアップ編、えまあ、これを高橋志司担当されるんですけれども、えー、東京を学習したことがない方でも分かりやすく、えー、不動産東京の仕組みの話が聞けるかと思いますので、ね、ぜひ参加をしていただければなと思います。9月16日の土曜日ですね、YouTube ライブイベントということになります。行政書士の受験生の皆さんへなんですが、えー、来年の 行政書士の事件を考えている皆さんへやはり YouTube ライブイベントが行われますこれは9月の10日今度の日曜日ですね13時からということになりますがそこで平林講師が法律学習をしていく時のテキストや問題集の効果的な使い方 まあテキストや問題集でやたら分厚かったりとかしてもう見るだけでえど,うどうやってこれ勉強したらいいんだといろいろ頭抱えちゃう方もいらっしゃるかなと思いますがこのテキストや問題集の効果的な活用法これを知っておくことで要領よくメリハリをつけてえまあ勉強を進めることができますのでこの平林講師の9月10日の YouTube ライブイベントえですね。 法律諸学者が効率よく学習を進めていくためのテキスト問題集の効果的活用法とライブイベントですからぜひこれも参加していただければなと思いますさて、えー、今日はここまでにしましょう、えー、まだまだちょっと、ね、暑い地域もあるかもしれませんし突然こういう大雨だ台風だとか局地的な豪雨だとかいろんなことあるかもしれませんですが皆さんはやるべきことそれを淡々とご自身のスケジュールに合わせて一歩一歩前に進めていけばいいだけのことですから 周りがいろいろ動いたり変化もあるかもしれませんし、いろんな不安もあるかもしれませんが、やるべきことを淡々と進めていくこと、そして試験当日も淡々と進めていくこと、それが何よりも大切なことかなと思います。私もまた一週間頑張りたいと思います。まあ来週はちょっと判決も控えているもんですから、ね、五十三条訴訟の判決も控えているものですから、あまあどういう判決になるのか、同じ第二商法庭、えー、あごめんなさい、えー、ではあ。 第三小法廷の判決だとかも含めてどういう判決が裁判所で出るのか先ほど第一小法廷は沖縄だったかなその商法ということに判断が違ってたりするものですからねですからぜひ53条訴訟でもいい判決これをもらいたいなというふうには思っていますさてそれでは今日はここまでにしたり終わります